エピネイコールシュルセーヌは、フランス、イルド・フランス地域県、セーヌ・サンド2県のコミューン。エピネイは、県の最も西にあり、パリから約12キロメートル離れたセーヌ川湾にある。コミューンの南側は、セーヌ川に囲まれており、北から南東にかけてアンギャン川、アラス川、アルラ川といった小川が流れている。隣接するコミューン。 アンギャンレバンやアンギャンこと接するシーニューダンギャン地区はブリュメンタール地区とともにコミューン内でも彩な高級住宅街である。1960年代から1980年代にかけて建てられた高層住宅団地が特徴であるが、一方で伝統的な郊外、田園都市の姿も維持している。旧市街の高層住宅団地は非常に人口密度が高くて複雑である。 現在主要な建て替え、都市改善計画が行われている。エピネイイコールシュルセーヌの名は、ラテン語のスピナジェロムに由来する。この地は、棘のある低木や藪が茂っていた。19世紀にセーヌ川の川床から、鉄製や製道の剣が発見されたことから、エピネイには、カロローマ時代より人が定住していたと推測される。638年。 フレデゲールが記した年代記に中に登場する村の名前スピナジェロムが最も古いエピネーの記録である。ダゴベルト一世は自らが所有する一ポニカムをサンドニ修道院に液診したがモンモランシー家が土地の一部を盗んだ。七世紀のエピネー住民はセーヌ菓市での川船輸送で暮らしており野菜や穀物、ぶどうを運んでいた。年 エピネー料をルイド・ベルガルドが購入した。しかしモンモランシー家の継承者であるコンデコーが封建料試験を主張して論争となった。コンデコーは教会再建に資金を出し、教会は1743年に完成した。18世紀、輝かしい人々がエピネーにある自らの家を頻繁に訪れた。ドニデドロ、メルキオールグリム、ジャンジャクルソー。 ルイーズ・デ・ピネーラである。19世紀に入って、サンドニア、アンギャン・レバンに、コミューンの一部を分割し、エピネーは縮小した。不仏戦争のあった1870年から1871年の冬にかけて、ドイツ軍がエピネーを占領した。徐々に、エピネーは産業化が進んだ。映画で知られるエクレールも、エピネーにある。 2005年パリ郊外暴動事件の最初の日である2005年10月27日、道路標識製造会社に勤めるジャンクロード・イブロアが19歳と23歳の若者によってオルジュモン地区で撲殺された。彼は妻子を連れて会社のカタログに載せるため街頭柱を写真に撮っていただけだった。イブロアを襲ってカメラを奪った若者は麻薬密売人だった。ありがとうございます。